はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。りょうさんです。このチャンネルはですね、僕が日々発見した小さな感動を皆さんに共有して、豊かな心を世界に広げていくチャンネルでございます。というところで今日はですね、なんとか1年生き延びましたというところなんですけども、ちょうど東海ビスね、1月の9日10日11日と、今宮恵比寿神社でですね、東海ビスというね、こう商売繁盛をこう願った、祈るこうお祭りね、催し事が開かれております。で、本当にね、こう商売されている方なんかは皆さんよく行かれている方も多いんじゃないでしょうか。もう本当にたくさんのね、方が集まって、そこで今日もものすごいこう賑わってました。もうね、最初の日なんですけども、夜ね、夕方息子と行ったんですけども、それこそ今回は屋台がね久々に出てました。まあ、コロナも明けて屋台がねたくさん、やっぱいつも通り出てたんで、もう本当にたくさんのね、方が来てて盛り上がってました。はい。で、僕もね、ちょうど1年前にね、それこそまた息子と、一緒にここに来たんですよね。で、そのきっかけというのが、まあ知り合いのね、事業主さんがこの今宮美術さんに行って笹をねもらって、でそこにこう何ですか、こういろいろつけてね、こうキンキンのこう小判とか、鯛とかね、そんなオブジェをねつけて、こうお家に飾って縁起物と、お家にね、こうとかお店に飾る縁起物で、その方がちょうどそれをやってまして、でそれで売り上げ上がったんですというふうなことを聞いてですね、僕もその時も僕もやると思って、で、まあ、息子と一緒に行って、で同じようにこう笹をねこうもらって、笹は無料でもらえるんですよね、配ってまして、でそこにこうなんていうんですか、ブワーッといっぱいこうオブジェをね売ってるんですよ。こう福娘さんっていうんですかね、そういった方がこう売ってて、でそれ1個あたり2000円とかねぐらいからしていくんですよね。結構まあ値段するんですけど、それでもね、皆さんたくさんこうつけてる方もいらっしゃって、賑やかにされてます。で僕もこう商売やってるからにはこれやろうと思ったんですけど、なかなかその時ね、まあ、お金もなく、でかつ手持ちもねなかったんで、1個だけ息子にも1個だけにしようって言って、1個だけ選んで、好きな選んでいいよって言って、で息子はキンキンの鯛をね選んでくれて、で大きな笹に1個だけそれつけてね、恥ずかしくとぼとぼとね、足早の感じで帰ったことをね今でも鮮明に覚えております。はい。もうすごい悔しかったんですけどね。でもそれをまあずっと飾って、でだんだん笹はね枯れてくるんですけども、不思議なことに刺さってこう枯れない、まあ、枯れてるんですけど落ちないんですよね。ずっとこうついててね。でもう1年ちょうどずっと飾って、ちょうどたまたま今日がねまた1年経った、そのまた恵比寿が、今宮恵比寿2024がやってきたんで、はい。でこれまた息子連れて今回も行ってきました。で何でしょうね、こう今回はね、まあ、一個やとやっぱりね、やっぱり寂しいので、三つ、パパ三つ買うから三つ選んでいいよってことで、で、選んでもらいました。っていうのもやっぱこう一年やってみて、やっぱり実際に取材とかね、入ったり、で、ご縁をたくさんの方がいろんなこう繋いでくださったりして、で、リピーターさんとか、まあ、口コミにもどんどんこう広がってですね、なんとかね、売り上げが上がりまして、一年間ね、生き延びることができたんですよね。だから今回も、やっぱり行こうというところで、今回そして3つさらにこう伸ばしていくぞと、この僕の家業ね、まあ、事業なんて言えないです、もう家業ですね、これをまあ伸ばしていこうというところで、3つ、つけて帰りました。で息子もね、3つ選んでくれて、で今回ねやっぱり誇らしく帰りましたね。前は1個でね、こう寂しくほんとスカスカな笹を持って帰ったのでね、あれですけど、3つあったらやっぱ華やかですよ。でこれをまあ持って帰って、でさらに、ここからね、自分の仕事に真摯に向き合って、つないでいただいたご縁とか、目の前のお客様にね、本当に真摯に向き合って、素敵な絵を描いたり、パフォーマンスをしてですね、僕のその売り上げに結びつけていきたいなと思っております。はい。で、本当に今思えばね、1年前、なかなか大変な時期には、そういう今宮恵比寿行って、よかったなと思いました。で今回もね、やっぱ波がね、こうやってるとあるんですけども、やっぱり今ちょっとね、波が激しいんですが、ちょうど去年の今、そういう思いであって、なんとかね、1年やってこれたんで、今もね、まあ、奮発して3つね、つけましたけども、これを、
しっかり自分の中でね受け止めて、1年後またさらにね今度は4つ5つつけて帰ってこれるように、頑張りたいなと思っております。ということでちょっとつらつらと5分以上話しちゃいましたけども、はい、こんな感じで、これからも頑張っていきたいと思いますんで、皆さんもよろしくお願いします。それではごきげんよう。